未だに思い出すとムカムカする飲食店の神経わからん思い出。友人と3人でドライブし、京都の某カフェにお昼食べようと入った。友人が車を置きに行ってくれたから先に入店したんだけど、待たれると気遣うし先頼んでて、自分はゆっくり頼むからと言ってくれたので、先に入った2人で注文しようとメニューを選んでた。そしたら、店主らしき男性が水を持ってきてくれたので、水を置いたタイミングで注文いいですか?と尋ねた。すると、男性が急に急いでるんですか?こんな早くに注文してと早口でまくし立てるように言ってきた。えっとなる私たち。私が、いえ、そんなことはないですけど、と答えると、この店は、ご飯出てくるの遅いですよ。急いでるならあれですけど、注文後にしてもらえませんか、だと。思わずあっけに取られたけど、まあ車置きに行っている子も、いることだしと、じゃあ、後にしますと一旦下がってもらった。友人が戻ってきたタイミングで、改めてメニューを選び、もう一度、先ほどの店員を呼んだ。ちなみに、店員はその人一人だった。すると、こちらが、メニューを言う前に急いでるんですか?急いで、ないなら、こんな早くに自分を呼ばないでください。と怒鳴るように言われた。私は思わず言い返したくなったけど、運転してくれた子がチョイスしてくれた店だったからとこらえ、急いではないけどもう決まったし、注文させてもらえませんかと、こちらが少しわびるような形で注文した。結局、そこではパスタだけ頼んで、デザートは抜いて出たけど、未だに、あの店主のこちらがおかしいかのような物言いを思い出すと、腹が立って仕方ない。正直パスタもまずかった。食べログに書いてやったら数日は残ってたんだけど消されてた。結局、今も、あの店を称賛するコメントのみが残ってるわ。です。金払えば、いい評価だけつけてくれる業者、営業に来て断ったことがあるって千原誠二が言ったのを思い出したわら。報告者。そんなのがあるとは。桜説もあるけど、京都のお店だったから、一元さんへの当たりの、きつさ、みたいなものもあったのかもと思う。祇園の料亭でも何でもないただのカフェなんだけど。です。どこの店か教えてほしい。ご飯出てくるのが遅かったら、余計早く注文しないとダメでしょうが。報告者。本当にね。晒してやりたい気持ちは山々だけどこらえるわ。京都の昭和レトロ雑貨の展示を売りにしてるカフェとだけ言っておく。